小林和は、日本の政治家、地方公務員、教育者、北海道大津部町出身、北海道学芸大学旭川文庫を卒業、元北海道三笠市市長、8人兄弟の5番目として生まれる。大学卒業後、小中学校教諭、三笠市立博物館副館長を経て、1987年、三笠市議会議員に当選。 その後の市議選で落選し、1999年7月、三笠市教育長に就任。市教育長を辞職して、2003年三笠市長選に立候補し初当選。2011年3期目当選。市長在職中は全国市長会理事も務めていた。2015年人気満了で市長を退任。退任後は後任の西条健作市長の発案により、 三笠市の特産品などを PR する目的で新設した特命大使第1号に任命された。2015年7月11日に香港で開催された北海道フードフェアでは初めての海外販売となる三笠メロンの発売記念式典で挨拶し安心・安全の食を香港の人々に届けたいとアピールした。2015年秋朝日小猪賞受賞 2018年1月26日、間質性肺炎のため死去、82歳。2018年2月23日、15位に除任。ありがとうございます。